カラ,コン変えたカラコン変えてないよずっとねーズミー使ってるあでもちょっと一時期カラコンあのなんだっけ忘れちゃったけど一,一回帰って戻した <laughs> すごいそのことかな皆さんこんばんはヤッホー今日めっちゃ楽しかったよ今串カイおりの虚無感に襲われてて何だろう何だろう ししてたからめっちゃ嬉しい <laughs> 確かにねずっとねあの朝からいたりした方はねもう一日楽しいおも思い出がいっぱいでねわかる虚無虚無になるよねでもめっちゃ楽しかったですもう一瞬で終わっちゃった楽しすぎて一瞬でした本当にちなみに今日着てた服ですこれ上は。 今日洋服です <laughs>。いろいろ設定中。いろいろ設定中設定中とはどういうことだ。実家に寄って行かなかったね。行けないだったです <laughs>。でもね、この前帰ったばっかなんでね。新幹線ではもう爆睡で。あの？爆睡で行きも帰りも。 それで、ね、で富士山すら見てない今日ありがとうこちらこそありがとうもうね髪もねもうボサボサになっちゃってね薪も取れてるんですけどあの皆さんとねちょっと話したいなと思って始めましたまん、あ、さんこウモありがとうジュんやさんハートありがとうお菓子もまーさんありがとうまず、あ、さんハートもありがとうマスオさんもハートありがとう。 そうそうそう。タヌブチャさんもハートありがとうございます。そう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 。ロヒさんもお菓子ありがとうございます。今日はね、あのー、幕張メッセだったんで、ね、関東だったんですけど、あのね、まあ関東に住んでる方も大阪から来てくださった方もいて、いろんな方がいて楽しかったです。 こんばゆうぴかわいすぎてみんな行くべきやと思うえもうお友達にみん,なみんながもう広めてくださいぜひぜひ <laughs> でもね今日は本当にあのなんだろういつもあの公園とか来てくださる方もなんか新しく来てくださった方もなんかいろいろでたくさんですごい新鮮でした 犬猫さん可愛い,いスタンプありがとう。写真載せてくれたありがとう。あ、あれか全身写真を載せましたよ。<coughs> あのねでも一つねあれベルトを朝持していこうと思って忘れちゃって <laughs> ベルトしてないんですけどまあそこもそんなこともあるあるよねということで。あくしかありがとうございます。あーソルトさんありがとうございます。ねえたくさんあの来てくださった。 いろんな方が嬉しかったですマスオさんありがとうこの魔女の帽子良く雰囲気変わった本当何が変わったんだろう何が変わったと思いますか何だろう今日は何があ前髪かな前髪が今日ちょっとあのあ前髪か前髪がねパッツン目の方が自分好きなので自分でメイクするときはあの巻いてないですあんまり 挨拶で来てよかった休憩時間あ終わりの仕事終わったな終たぬまたぬ頑張ってください今日はありがとうありがとうございますそう富士山いつも見てるからイグネクさんお菓子たくさんありがとうマスクメロンさんもハートありがとうそうしあ静岡県出身って方も結構いてあの何人何人かいらっしゃってあの静岡県出身な一緒ですとか静岡から来ましたとか。 いましたよ。難波式と、あ、違った感じだった。えー、どうだろう。でも。あの難波式は、もう自分のファンの方が来るとは限らないので。うん、でも、そんな変わりはなかったです。裕次郎さん、ハートありがとう。ニオピ日可愛すぎて、話そうとしたこと飛んだ。ね。あのね。話がね。 考えてきてもね飛んじゃうですよね飛んじゃいますよねわかりますよでも本当に楽しかったです串カイありがとうありがとう大人っぽくて良き本当来週の串カイたくさん立ててではありがとう嬉しいたくさん話そうねそう話したいこととかさやっぱみんなさとっ、あのな、ー、んだろう直前になって飛んじゃったりするか量も考えとくね なんか話す話したいことみんなと話したいこと考えておきます学士からお疲れ様ありがとう今日ありがとうあ水木さんありがとうたくさん cd 販売に行く途中で背の高い子がリオピラーと見てましたそうそうあそうなんですよ今日ねこのくらいのヒール履いてたんで多分身長がこれって何センチくらいだと思う セセンンチチくくららいいかななんだろう分かんないけどあの身長が多分百1 7 0ンチくらいであのねあのー、何人かの方に <laughs>「身長高っ」って言われました <laughs> ちょっといつもと化粧違うえ分、ー、かんないあ、えーえんだろう分かんない違うかなあうん分からない 一緒かも <laughs> でもねひああ,あ一緒じゃないかもちょっとチーズチークが濃くてであのちょっと取れてます夜なんで <laughs> 来週の大阪会社会はリオピに会いに行くおっ大山さん待ってます大阪もう来週もあるって考えたらめっちゃ楽しみです来週は果たしてリオピはどんな服を着ている,いるのでしょうか い来てくれ嬉嬉ししよね嬉しかったですよも,うもう本当にねお話楽しかったのでねあの大阪もね大阪でも CD 販売のおえばはあるんでしょうかね楽しみだなあねあるといいねお見送りのやつあれも結構なんか楽しくて3人いたんですけど若たんとディオピとコヨリンでいてなんか若たんのファンの方もコヨリンのファンの方とも <laughs> お話できて。 <laughs> なんかこよりのファンの方だったらこよりが「この方は何々さんです」って,ってあ何々さーん」ってりょうみのファンだったらりょうが「この方はまるさんです」「あ何々さーん」って二人が言うみたいなのをやってて <laughs> 面白かったそうそう初めましての人とかも来てくれて嬉しかったです、えー、マボさん「コウモリありがとう」「ケイさんお菓子ありがとう」 そうベルトね忘れがちなんですよ。しかもあの飾りのベルトあるじゃないですか。なんかあのズボンが下がってきちゃうからするベルトじゃなくて飾りのベルトだとちょっと忘れがちなんですよね。大阪帰ってきたからよかった <laughs>。帰ってきますよそりゃあ。大阪をねもう愛しているので今は <laughs>。 こんばんばは皆さんお疲れ様です。握手会ありがとうございました。来週も楽しみあ来週も来てくれるんですかありがとうございます。もうたくさんあのー、話しましょうね。でも1枚10秒めっちゃなんか短く感じる。見て買ったそういえば。<laughs> タリーズのほうじ茶ほうじ茶リスターめっちゃ美味しい。 うん。めっちゃ美味しい。これが一番好き。世の中のもので。前髪。そう、前髪パッツンなんですよ。行きたかった、生きて欲しかった。本当に楽しかったよ。みんな絶対来るべき。あ、リップが赤いのかな。でもリップは、確かにいつもこれだけなんですけど。 これを塗ってから塗ってるからあそうだそれかもしれないこっちの方がいいですかリップリップ役師会とシャンム会行きたかったのに点点で行きたかったのに水泳さ行きたかったのに何ですか来らないんですかでもねそんな方はねあのオンラインお話し会もねあるので <laughs> オンラインお話し会のおすすめはあの誕生日の一番最初の誕生日 の日とあと例年だとお揃いをするんですけどその日がおすすめなのでぜひ次の受付が始まったら木曜日かな始まったらそっちもあのあのぜひその日とかでも申し込んでみてください。きれい系に合うきれい系の確かに今日はあでもちょ今日はちょっと可愛い系だったかな。あくしからお疲れ様でしたありがとう。 ヤマモンさん、あのー、帽子ありがとう。基礎変わったかな変わったかなそうこれかな口かな。ヤマモンさんありがとう。こんもり。いろいろ話してる姿ね。そう本当にあのいろんなことをねそのなんていうんだろうファンの方によって話すことも違うじゃないですか。まあ当たり前なんですけど今言ったこと。<laughs> そうあのねいろんな本当にいろんななんかお話できて。 前髪バカにゃんさんみたいあー確かにこういう前髪がもうお気に入りです私の2つ目の逃亡者さんハートありがとう本当に楽しかったよかった前髪折れてる方が本当えっそうリオもねこっちの方が好きなの <laughs> 実は。 実はこっちの方が好きなのマリーお土産なんか買いましたお土産が買えなくてまあお土産買って帰る人もいないんであの大阪に <laughs> いないんで自分しかいないんで何も買わなかったですあっよしみんの配信終わったあ吉よしみんの配信から来たくだけ,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 け来てくださった方こんばんは。 CD 販売締め切られて間に合わなかったそうねえっ、ー、と20分とかだったんでねちょっと短かったですよねちょっと悲しいですねでも大阪でもあるといいな CD 販売も結構楽しかったんで「キクキクキク」きく「キク」きくきくきくだってキクちゃんかなハートありがとうございます曜日は急きで一番美人だと思うおおよよさんありがとうございます じゃあ今日から推しですね今日化粧も髪型も違かったからこの可愛い子誰ってなったえ本当あそう髪型ねちょっと韓国,韓国風みたいな感じでもう取れちゃってるんですけどこここうやってね <laughs> こうやって外巻きにしてここをねヒューンって伝わるかなこここうやってヒューンって外巻きにしたんでここをそれちょっとね上手にできてルンルンだった。 綺麗にできましたよ。この子可愛い子誰ってのだ、の嬉しい、ありがとう。<laughs> この可愛い子はリオピです。<laughs> あ、あみ、お化けありがとう。本当このお化け可愛いな。お化けありがとう。静岡県民じゃないですが、来週肩どつき会に行くよ。肩どつき会やめて。<laughs> どっつきますよ。どっつきますよ。 方叩き会ね来てくださってありがとうございます関東でも会えるの嬉しい可愛すぎ <laughs> ありがとうでそう大阪からね来てくださった方もねいたあっいて本当にありがたいですありがとうございます幕張メッセはねあの千葉なんで千葉,千葉千葉千葉あさっての公演行くああさっての公演そうねそう言いたかったそうあさっての公演もあるんで あ,のあるのでねあのもう来てください明後日の公演はハロウィンなんでなんて言ったって絶対来てください絶対見てください明日からどうやって元気でもう本当にロスってるじゃんでも明日からはあの来週のお話から楽しみにあの頑張りましょうそうしそうしよ楽しみを作ろう わ美味しい水木さんありがとうスタンプありがとうランナーさんもハートありがとう考えてくれたらマジで助かりますでもあのー、リオもあのー、皆さんと一緒で頭真っ白になりますよ話してるとだって10秒しかないんですよ10秒しかなのでねまあ事前に考えときます <laughs> <laughs> 隣のレーンで待ってないと渚猫を取ったり一緒にやってくれてあ バカタの例でそうなんか「渚最高」とかねいろんな曲流れててね「渚最高踊りました <laughs> おめめかわいいありがとう」「ななさんたくさんハートありがとうございます」「ース入る瞬間に頭真っ白になるの何とかしてえわかるなんかさわかるよ頭真っ竜もあのなんていうの全然違うけど発表会みたいなやつとかあのめっちゃ苦手だからわかるわ」 めっちゃ練習したのに頭真っ白になるみたいなで、ね、本当にちょっと巻きがさ取れちゃってさなんか嫌だな隠そう CD を見送りお見送り会たくさん話せた確かに CD のお見送り会はなんか時間制限とかなかったからめっちゃ話したかも <laughs> ありがとうございました 今日の握手会でリオビに見下ろされてた <laughs>。待ってコメントめっちゃ遡って,てるじゃない。遅いけど、握手リオ日に見下ろされてた <laughs>。こんな家で履いてたからね。まあそんな日もありということで <laughs>。どうでした？見下ろされてる？気分は今日のリオピのファッションめちゃくちゃ好きえ、本当嬉しいそう。今日どうしようかなと思って。そしたらもうあのー？ あのお買い物にいたんですね。そしたらもうあもうこれとこれめっちゃいいやんと思ってもうビビッときたのがあって、それであのカチューシャはあの去年かなおととしかな誕生日にあの友達がくれたやつで、あの友達とお揃いですあれ。<laughs> 友達とお揃いのカチューシャです。なんだろうこれこのななんて読むんだろう。 ドドさんドドさんハートありがとう。リップいつもよりは苦いそう。あのね、リップをね、ね、いつもこっちだけなんだけどね、これ塗ってから塗ったら、なんか、いい感じかもしれないっていうことに気づいた。絵がかわいい。ありがとう。<laughs> 綺麗だったね。輝いてた。キラリン。ありがとう、キラリン。キラリン,ラリンおもろい。 新幹線誰と一緒に帰ってきた新幹線はあのね行きはえっとねリオピーヨシミン・あみたんだったんですけど帰りはれいなと雪乃さんが田中雪乃さんが隣にいました真ん中でした私でも本当に爆睡晩ご飯食べた晩ご飯食べてないでも,でもこれ美味しいからもうあり <laughs> 来週服着るんですか来週服着ますよどういうこと本当にどういうこと来週服着ますよこんばんはこんばんはりょうぴょうかえりありがとうおかえりたたえは来週はたらにては高い日を期待してますいや持ってませんってそんなの足が痛くなっちゃいますよ持ってないですしかもあれが一番高いかもあどうだろうもうちょっと高いなるかな いや足痛くなっちゃいますよ水木さんおんぱありがとうその前に三十一日にそう劇場来てください皆さんあのねハロウィンでポストカード特典のカードもあるのであのねめっちゃ上手にかけた <laughs> 勝てない自分も責めてますえぇ、ー、悲しいまぼさんハートありがとう待ってもうさ何の話してたかわかんない あ、あ、そうだ、紹介です、そう、この、そう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 。いい連打出て、そういうことか、そう、紹介して。あの、この、名前は何何さんですって。もう、あの、ファンの方が、自分で言うんじゃなくて、こっちが、あの、みんな、二人に教えるっていう。<laughs> 静岡県出身なので、なんで関西弁なの、え。え。関西弁出てますか。小百合、なんで小山ってなってる。 あの呼び方ですかえ分かんない「こよまちゅう」ってもうみんな「こよまちゅ毎度きにさん「たこさんありがとう」そう紹介し合って「<laughs> 何この状況」みたいになってました「じゃりおさんゆうじろさんハートありがとう」「料ぴの販売行きたかったけど <laughs> 走り回ってた <laughs>」「大変」<laughs> でも大阪であったらぜひ来てくださいじゃあ。 そっからえっかでも幕張も結構いらっしゃってか人が多くてびっくりしましたでも大阪だとそっかやっぱあのなんだっけ拠点じゃなくて地元じゃなくてまあそういう感じなんでめっちゃ多いですよね多分静岡で途中下車すればよかったのにいやもうあの爆睡すぎてあの静岡どこで撮ったか分かんなかったです 今日も可愛いありがとうしょうちゃん関東まで行けるお男になりたい頑張ろういやいやもう大阪でねあの来てくれるのはそれはそれで嬉しいですよありがとうございます来週もいろいろ話せるしね来週もあのー、来週もあの <laughs> 来週も話そう <laughs> 静岡の次に大阪愛してますはい愛してますよ大阪好きですね。 ね、わかる新幹線から富士山見えると嬉しいでも寝てたけど、ね、AKB さんもねいらっしゃいましたよね会えなかったけど会えなかったけどそう幕張でアイドルなんかじゃなかったらの握手会をしてて5年ぶりとかの来週片づけ会行きますね待ってます真山さんコウモリありがとうあリップかわいいほんとじゃあこれからこうしますわこのリップ好き はい、も太陽路太陽路です。ありがとう。新幹線静岡県を通過する時やっぱ寂しい。いやでもいつあの横浜の握手会の時はあの自分のあの静岡も長いじゃないですか。なんか富士山とか見える時にもうあーとか思いましたよ。<laughs> 自分の住んでるところとかもあの近くとかなんかその付近を通ると思いますね。 来週身長高めやから肩殴られる <laughs> やめてくださいそんな凶暴なリオピを想像しないでくださいあの優しくしますヒロシさんハートありがとう全身写真の感じがモデルさんみたいに使わないえもねあねたくさん撮ったのでのたくさんあのあ待ってモバメモバメの締め切り,締め切り大丈夫えっと昨日もモバ,メモバメの締め切りをねつけてしまってごめんなさい今謝りますごめんなさい <laughs> <laughs> そうね何の話してたっけそうあの,あの写真を送るので待っててくださいコナンさんバラありがとうチャリさんハートありがとう千年女王オンライン話話会とかのねあるからそれレーニャとオソロであの何をやるかまだ秘密なんですけどお揃いのやつをするのでそうですね是非その日にお願いしますクモさん韓国語わからない 何はせよ。アニ <laughs> 爆発の霊尼。爆発の霊ゃです。爆発 ?ATC の2日間、リオピネお邪魔します。おお、ありがとうございます。薬師会、社名会、待ってますよ。あ、確かにね、遠方組の方はね、オンラインがね、やっぱいいですよね、家から。ね、だって、あの、もう寝起き3秒後とかでも全然大丈夫なんで。<laughs> あ、ぴさんの前髪の作り方あれすごいですよねすごい硬いカチカチの前髪で「貸し替えも CD 販売もありがとうあ,ありがとう」来てくださった方ありがとうございます可愛い,いありがとうあよしみんの配信からもねありがとうございますこの時間にやってる9期生いないかな今はうん 確かに笹岡さんにお土産を買っていけばよかった今日の握手会の写真見て来週会えるのが楽しみになりましたおっんたんさんありがとうございます来週楽しみにしてますね私もやった嬉しい岡ちゃんハートありがとう舞浜で途中下車ああ確かに <laughs> 確かにじゃないけど西山とか喜びそう 初めてですけど14月号チケット買いましたあありがとうハットさんありがとうございます11月5日もうあそっかもう11月5日11月5日って言ったらもう私の誕生日の3日前だ今日お日レスしてたからお土産買っあ、そっか大阪にねいるねファンの方にお土産買ってけばよかったそれは思いつかなかったわ <laughs> 確かにね AKB さんもね一緒になんかできたらよかったのにヒ <laughs> ロさんだるまありがとうコメントが追いつかない,いやもう本当にさ15分だけで終わろうと思ってたのにさ <laughs> そう明日もね朝,早いんですよ朝起きれなくて今日も今日も朝起きれなくてあの1時間15分ちあの遅刻じゃない寝坊しました間に合ったんですけど1時間15分 あの寝坊しましたよファンの人が同じことしか喋ってこなかったら怖すぎる本当にでも口裏合わせてる合わせてるのかなとか思うよオンラインは僕あこれ読んだこうかえっ、ー、と「今日は今日初めましてできてよかったえ本当にありがとうございます顔とね名前はねそうあの 顔と名前をね一致させることができるのもこの握手会とかねあのイベントのねあのいいところですよね <laughs> やばいここここ読んだけどさっきのところ読んでなかったのよいしょよいしょこれからか長野に帰るあ長野静岡の近くだえ車運転するんだけどめっちゃ眠い寝ちゃダメですよあのー。 リオピの配信を大声で流してください。ぜひ。ごめんなさい。今リオピの可愛さに気づいてしまいました。遅いですよもう。あの待ちくたびれました。<laughs> ありがとうございます。もうこれから押してください。ぜひ。可愛い,いスタンプ。しじまあるさん。あ、しじまあるさん。あの今日 CD 販売来てくださった方ありがとうございます。名札ラーけたので分かりました。休憩で一番大人っぽい。確かにまあ、身長も高いし。 あのね9期生はねあのー、高校生とか多いんでね <laughs> あ,ありがとうございますリアルの予備めちゃめちゃ可愛かった本当なんか嬉しい照れますわゆう郎さんこれコウモリありがとうえ待ってわかんない韓国語え読める方いますかあにょはせよー カムサハムニだ <laughs> 明日行けたら行く明後日か行けたら行くえー、ぜひ来てください見てくださいあの来れない方はオンラインオンラインじゃない DMM 配信で見てくださいそうします来週まで頑張るうん頑張ろうりょ今日ありがとうか袖かわいかあ着てない脱いじゃったそう今日帰ってきてねあの練習してきたんでその時にもう暑くて <laughs> 脱ぎましたあれ今着てないんですよ ありがとうございますそうこれあのあのほうじちゃんのやつ飲んでます美味しいえ、ハロウィンやからほのぴみんなでなんか喋って言ってきそう言ってますよもう言ってましたよもうなんか一番変な顔をした人が勝ちみたいなことをなんか言ってました一人で <laughs> 今日初めましてのアクシカありがとうございましたありがとうございますどうでしたかはじめ初リオピは いつかりょっに会ってみたいぜひぜひあのね韓国かなでちょっとあのなんだろう遠いんですけどぜひねあ会えたら嬉しいです明後日の公園彼女と行きますえ本当えそんなことあるの嬉しいえあのぜひ彼女さんにもねあの私のこと 教えてくださいね。この方はリオピと言って、えー、水色と白のペンライトでコールハリオピでとかあの演じしてってください。モショさんと屋敷家の世界で呼びおお。あのそういうこともあるのか。<laughs> ファンの方と一緒になんかみんなでみんなで集まってるみたいな楽しいよねわかる。あのぜひ楽しんでください。今日の感想とかたくさん話してください。 なんかコメントがさめちゃめちゃさ。なんか遅れてるのはリュウのが読むのが遅いだけ。<laughs> もしかして <laughs> サトポンさん。佐藤君参考まで。ありがとう野原話のすけのすけさん、星ありがとう。え、そう。事前に考えててもね。飛んじゃうんよね。あれは紙イあれってなんだろう？なんかもうコメント読むの？遅すぎてあれがわからない <laughs>。ごめんなさい。みく出されるのもあり、よりなりですえ。本当じゃああの良かったです。 そうあんま高いの履きすぎたらもともと身長がね高いんでねそうあの <laughs> 見,下ろされ見下ろす感じになっちゃうんっていうねのあの問題ですよねそれはいいっていう人も言ったらいいんですけど嫌だっていう人がいたらちょっとしゃがみますわその時は言ってください <laughs> 西島さんも生で初めて見てあ本当だから淳之介の,すけ,のすけさんありがとうございます。 c d 販売面白かったまたあったらいいな <laughs> ありがとうございましたね <laughs> またあ、ねま、ったらいいですねこ,こよちゃんが <laughs> 面白かったですあの <laughs> あっゆめゆめさんかあゆめゆめさんっていうのはドドさんかと思った <laughs> ゆきのちゃんの隣やったんこんばんは言うといててえ本当にあの私例のとめっちゃあの喋っちゃってうるさくなかったかなってちょっと心配でしたけど <laughs> 隣でしたよ今日のアク会でリオピが意外とペンライトの色見れないの分かったえ見てますよ私なんで見てるよ 千人見てる、すごいああ1000人ありがとうございます1222だありがとうございますそうもう15分だけやろうと思ったけどもうた面白すぎて話が収まらないね31日特典あるあるよあのポストカードかなんか忘れちゃったけど何て言うんだろう何カードなんかカードのやつがありますよカードっていうかなんかあの、こういうの <laughs> 31日あ誰が死んばが楽しい本当にあの なんかいろいろ予想できるメンバーじゃないですかまあ楽しみにしていてくださいりょうぴも全然やってるし確かに身長が高いのでいつかやりたいですねそうこよまつは自分でこよまちゅって言ってるからそうなんですよすごいよね自分のことこよまちゅって呼ぶの <laughs> 富士山見れなかった寝ててちおさんハートありがとうまか、あ、わりメッセ言ってたけど人かなり少なかったけどえそうなのあれで少ないんですか めっちゃおうと思ったけどいつも思うけど当日券とかおしまい券とかたらえっ確かにそしたらもうあでもなんかそのえどうなんだろうその今日やった CD 販売のやつでは無理なのかそっか確かにあったらいいね来週始めましししてよよろしくよろしくくさん来週も来てくれるかないいと思うみたいな言い方えそんな言い方した覚えてない <laughs> 来てくれるかないいともでも ギリ私がそれはわかるくらいじゃないですか？なんかアミタンとかにいいと思うとか言っても絶対伝わらない気がする。そう会えなかったんですよね。新幹線でしずくけんみそうなんですかしずくけんみあるなんですかこれは。土屋さんダルマありがとうございます。吉しさんハートありがとうございます。 のぞ、うん、みは新横浜から長野までのぞみ早いですよねめっちゃ爆速で飛んでいきますよね <laughs> えそうもめえやばい書くのにあと、まあ、まだ大丈夫でも書きたいこといっぱいあるなちょっとじゃああのさ最後読め,なか読めないんですけどちょっと目は通しますねあ韓国語分からないけどニコニコしてる <laughs>。 にお願いします <laughs> えっ読めた人2人いるんだ終電なくなったので今から横で買いますえお気をつけて本当に <laughs> 頑張ってくださいあこんにちはいい日曜の夜ですお日本語だありがとうハロー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 イエスイエスグッドグッド デッと早く来ないかなえいくねくちゃんももう早くあの会いたいですね楽しみにしてますよこの時間に配信して今日は早い時間にあ確かに若たんさっきしてた綺麗です綺麗です綺麗です,ですおありがとうございますまた連絡してないこちらこそ確かにリオピの笑顔がお土産あありがとう今日なんかめっちゃチーク濃いかも あ精神的と決断とけちゃうんだ久しぶりハタありがとうピロ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 ヒロシタンハタありがとう1時間15分寝坊そうゆっくり支度しようと思ってたからあの寝坊しました GSGK GS もありがとうございます見てくださった方金曜日でね韓国の方リュウピのこと綺麗って言ってえあそうだみ由美さんありがとうございます翻訳 今日間近はじめましてのリュピ確かにあのこれあったけど近かったからはじめましてでしたね覚えてくれてありがとうオンラインお話し会もしかあっシしじまあるさん待ってますありがとうございますおすすめは、えー、誕生日の,あのいち一番最初のお話し会の誕生日の日と、えっと、レーニャとのお揃いの日がおすすめですそう変顔とか言ってるんですよ公園の MC でどうだろう 時差があるのか読むのが遅いのか野良猫さんあれコウモにありがとう昼入ってなくても多分同じくらいので昼開かれたら <laughs> お山さんバラありがとうキュキーキューズ続くのあ楽しんでください旧機のオタクの皆さんたち余韻に浸ってくださいお祭り行こうは寂しいさん <laughs> 今の状態ハートありがとうございますぎのんちゃん sg から行けるあ 雪の,の,の,のさんね本当に優しいんでもうあの本当に優しいんですよね雪のさん <laughs> 片きは,はどんな感じえこんな感じですこんな感じです, <laughs> 嘘です多分こんな感じなんじゃないですか私も分かんないんですけど31日公園行くでありがとう待ってるメッセージカードそうメッセージカードがあるんですよそうそうそう えマリオの制服レジスタン来るかもってえどうだろう今日の留守番だったからロビーで身長ボート取ってきたけど料理本音だったからえそう自分でびっくりしたんですよなんか一人だけこんな大きいんだと思って <laughs> あちさちゃんコウモリたくさんありがとう彼女と一緒にペンライトえありがとう楽しみにしてる楽しみだなそれはいいとこが家わかるきて。 多分じゃあ私がだって小学生の時とか中学生の時とかに終わっちゃったから当社さんだるまありがとう何だろうこの暗号みたいなものは「リオピノの磨きにもうそろそろ気づけてです今気づいてください今気づい気づく、えー、その予定は変更されて、えー、今気づくことになりました 今日も美しかったですあありがとうございます鉄板さんありがとうございましたそうおすすめは11月23日と12月10日ですリオピは静岡さん生のマーメイドだと思ってるマーメイドなんだうん一息カチューシャてもでものやつにつえめっちゃ言われたそれなん誰,誰だっけなユカタンだったかなとか レナとかにでもでもやんって言われた <laughs> 水木さん音符ありがとうご縁でリオピとああってなって話せへんから話せよかったご <laughs> 縁でも話せるの待ってますよありがとうございますアミお菓子ありがとうそれは片島議会こう行きますこう <laughs> ああカブサハブリさしか言えない <laughs> なんて書いてあるのかわからないから。 私ばかるの楽しみだ。もうお好きに言ってください。今日もめちゃめちゃ可愛いので最後にスクショお願いします。あ嬉しい。ちょっと待って。そ,そしたら、カチューション持ってくればよかった。あと1週間生き抜く。頑張ろう。生き抜こう。あそう、ジャンレディのお便りもお願いします。皆さん。えっと、あやぴょんさんとやよいさんかなと一緒にあるので、お願いします。お便り待ってます。シャミポーズ迷ってる。 え、どうしよう。でも本当に定番なのは。これか。これか、えー、っと。えー、これか、これです。やっさん、ハートありがとう。うわ、こ,このボケも可愛い。ともひこさん、ありがとうございます。帰ってから、レ緒だーたから、そう、お疲れ様。あ、ありがとうございます。あのね。まあ、あの。言えないです。<laughs> <laughs> 言えなかっ,た取っておいで,おいでカチューシャ出てくるよいしょちょっとあのね下がもう自分家帰ってきてあのズボンに着替えちゃったんでちょっとよいしょっと <laughs> よいしょっとはい手もでもカチューシャです手もでも風カチューシャ お揃いです。友達と。可愛くない、これ。あ、でもちょっと見えない <laughs>。そういえば見えるか。はい、こんな感じでした、今日は。上山さん、バラありがとう。<laughs> まさた、まさやかさん <laughs>。お菓子ありがとう。 うわー、数式ー。しばいてくださいってお願いしたい、いいかな、しばいてくださいとしばきます。韓国が目が綺麗だって、あ、みゆみさん、い、ありがとうございます。翻訳、目が綺麗、ありがとう。かぶさは無二だー。<laughs> もうそれしか言えない。ありがとう。お目目綺麗的な、あ、鉄板さんもありがとうございます。翻訳、修羅場誰から。修羅場。なんだっけ、何の話してたっけ。 <laughs> はいということでねあの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 スクショタイムします <laughs> そうもがみかきたくてそろそろ終わりますねよし何のポーズしようえっと まあ、とりあえずピースはいあとは、えー、ハートとかこっちかえー、あとは何だろう何かありますかね ハロウィンなのであ待って待ってでもでもはいはいアドレナリンちょっと顔隠れちゃうなあと握手握手これ 手もでもカチューシャっぽいから好きだ虫ポーズかわいいよねこのポーズちょっと苦手でも小指が痛いはいえー、ありがとうございましためっちゃ発信しちゃった ありがとうございました。握手会、本当にあのたくさんの方と話せて嬉しかったです。ありがとうございました。皆さん、あの早く寝てくださいね。明日月曜日なのであれ月曜日、土曜日、日曜日。<laughs> 今日日曜日か？あ、今日日曜日だ。月曜日なのでね。明日も早起きできるかな？今日も寝、ね、坊したのにアラーム聞こえなかったんです。今日。 聞こえなかったんだろうね男女読みしますあ、そうだもう髪書か,かんなきゃ13位からいきます13位青森のっちゃんさんありがとうございます12位ゆめゆめさんありがとうございますそして11位はまぼさんありがとうございます10位はゆいじろうさんありがとうございますそしてえ9位は 初日用さんありがとうございます。そして八位マーさんありがとうございます。七位小山さんありがとうございます。そして六位は野原真之助真之助さんありがとうございます。え五、ー、位イグネコさんありがとうございます。そして四位ちさちゃんありがとうございます。そして三位マスオさんありがとうございます。え二、ー、位はえア、ー、ミありがとうございます。 そして1位えーとともひこさんありがとうございます1位ですありがとうございます皆さんありがとうございました来週のお社名会も待ってます <laughs> なんか変な感じじゃない待ってますとか言って待ってますはいえー、早く寝てくださいみんなさバス乗って帰ります頑張ってください明日マンデーかありがとうございます早寝します ちょっとこれ痛い,たいはいありがとうございましたバイバイありがとうテンション高いりおちゃんテンション高かったわ今日はやっぱテンション高くなりますねバイバイあ韓国の方も読めないですかありがとうございましたカムサハムニダです ランキング変わったどなたが入ってきたんでしょうかちょっとそれは読みたいですね。やっさんさんかなやっさんさんありがとうございます。えかないたよねありがとうございます。かなありがとうございます。バイバーイ。あおやすみなさい。だって日本語だ。ありがとうございます。おやすみ。 いい夢見れよう的なああてっさんありがとうございます翻訳おや,おやすみバイバーイバイバーイ頑張ります新しい週間さようならさようならグナイグナイ